Vivian Entertainment Production。 こんにちは、三宅翔子です。今回は焼き芋フェスにやってきました。今年はさつまいもにハマってしまったので来てみました。全国各地のお店が出店、宮崎のお店もありました。開場してすぐでしたが、すでに人がいっぱい。まず行きたかったのが地元宮崎のサザンカさん。この日は玉干し芋がなかったので3種の食べ比べを購入しました。そしてもう一つがお芋スイーツ専門店フランダースフリッツさんの焼き芋大福モンブランバー。見た目のボリュームも満点。会場は人がたくさんいたので場所を移動していただきました。まずは熟成焼き芋の3種食べ比べを食べてみました。さつまいもってどれもそんなに味変わらないでしょうと思っていたんですけれども、ねっとり系とかホクホク系とか本当に種類によって全然違って驚きました。この紫芋は、食べた中では一番ホクホクふわふわしていてとっても美味しかったです。このシルクスイートはねっとりしていて、なんか今まで苦手かなと思ってたんですけど、めちゃめちゃ甘くて美味しかったです。こちらは焼き芋大福モンブランバーです。大きさを見せようと動画を撮ってたと思ってたんですけど撮れてなかったので、途中から食べてる途中からになってしまったんですけど、焼き芋と大福とモンブランがしっかり一つになっていてとても美味しかったです。帰りにさつまいも好きの娘たちのためにお土産コーナーでいろんなお土産を買って帰りました。はい、ということで今回は焼き芋いっぱい食べてきました。寒くて鼻がジュルジュル言ってるんですけれども、これから寒くなるので皆さんもあったかいものを食べて体には気をつけて年末年始乗り切っていきましょう。バイバーイ。